ヤーコフミハイロビチ・スベルドロフは、ロシアの革命家、政治家。ユダヤ系ロシア人。ソビエト政権の初期に全ロシア中央、執行委員会議長を務めた。生誕100年を記念するソ連切って1885年、ニジニノブゴロドにて、ユダヤ系の家庭に生まれる。父は、版画工房を経営していた。スベルドロフは中学校を中退して、薬屋で働いた。 1902年ロシア社会民主労働党に入党する。ロシア社会民主労働党がボリシェビッキとメンシェビッキに分裂するとボリシェビッキ側についてレーニンを支える。たびたびデモに参加して関係に逮捕された。1905年の第一次ロシア革命ではウラル地方の中心都市イカテリンブルクで社会民主労働党委員会の責任者として革命運動を推進した。 1906年6月に逮捕され、流刑となる。刑期は3年であったが脱走し、サンクトペテルブルクに戻って新聞の発行に参加した。1910年に再逮捕され、翌1911年4年間の流刑を宣告される。再び脱走を試みるも失敗した。当中央委員、ロシアビューロー局員に欠席のまま選出される。その後、 東シベリアに移された。1917年の2月革命後、ペトログラードに戻り、当中央委員に選出、5月には中央委員会初期となる。10月革命では、ペトログラード軍事革命委員会に参加し、計画の際に重要な役割を果たしたほか、皇帝ニコライ2世とその家族の処刑を指揮した。同年11月には全ロシア中央。 執行委員会の議長に選出される。なお、同議長職は、正確な意味での国家元首ではないが、ソビエト国家の事実上の国家元首とみなされることが多い。1918年、ボリシェビキが憲法制定議会を武力によって強制的に解散し、議会政治の終焉に関与した。また、党幹部の間に反対が多かったブレストリトフスク条約に対しては、 レーニンに従って、条約調印に賛成した。スベルドロフはレーニンに忠実で、中央執行委員会をはじめ、各段階のソビエトを、党中央委員会、ひいては、レーニンの意思に従って運営した。政府の政策は、党中央委員会の政策であることを強調し、農村からの食料の強制調発や赤色テロルの問題でもレーニンに同調し、摘発に抵抗する農民に武力を、 7月、中出位付属扇動宣伝コースの開設を主導。1919年、ロシア共産党組織局員に選出される。1919年3月16日、オリオールで流行していたインフルエンザにかかり、死去した。1924年、エカテリンブルク氏は、スベルドロフを記念して、スベルドロフスクと改名された。しかし、 1991年8月のクーデター失敗に伴い救命に服した。同志のある州の名称は現在もスベルドロフスク州のままである。レフトロツキーによればスベルドロフは常に帽子から長靴に至るまで全身がわずくめの服装で歩き回っていた。このスベルドロフの服装が共産党員たちの間に広まって革の服が共産党員の制服となり、 反対派が彼らをレザーアイツと呼ぶようになったという。1924年に制作されたソ連最初の SF 映画アイリータにおいても革コートを着て革のハンチングを被る主人公の妻の革服姿が当時の共産党員を表すステレオタイプとして使われた。ありがとうございます。